タートしました。おぼっと言いました。まず1コーナーへ向かって7番ロードウェイクレール出ていきました。そして4番ウィリアムバローズ今2番手、さらには名村亀太郎、バイオスパーク内2番のアシャカトブレス、そして外から16番レザヌフォールが行って、あとはペルフェイスシチ、内にはワーケア、その後には6アスリートが追走、ホールシバンプリマジアです。白馬がスタンド前を通過、第1コーナーをカーブしていきます。残り 800m を通過して牛馬手走路、さらには5番のディアライズ、後ろから3番目、後方はエブリワンブラック、内に3番のダノンファスト、わずかに最後方、第3コーナーカーブ600を通過。さあ7番ロードエクレール逃げる、リードが3馬身あります。さあ前に出るか4番ウィリアムバローズ、3、4コーナー中間を通過、アシャカトブが今3番手になりまして、残り 400m を通過、あとは各馬接近してくる、ワーキア内をついている。第4コーナーをカーブ直線コースに向かいました。ロードエクレール、ロードエクレール逃げる、リードがありまし、そして追い込んでいた4番ウィリアムバローズ、さらには2番のアシャカトブ追い込んでいく、残り200を通過した。さすがの勝ったウィリアムバローズ、ウィリアムバローズ、アシャカトブがかわしたか、アシャカトブ、アシャカトブ、トムが先頭で今ゴール、ウィリアム・バローズ2番手、あとは牛馬手走路、さらには天心も3番手、4番手争い。スタートしました。おっと牛馬手走路出しつきません、後方からとなります。さあ内からは2番のレッドソルダード、そして外から上がっていきました名将フィンジ、さらには14番ダイメコリーダです。そして4番手集団に外を回りまして、12番グレートタイム、各馬第1コーナーをカーブしていきます。そしてその直後に残り1200を通過して、11番牛馬手走路中盤につけています。あとは内に入りまして5番の北のビジョン、そして後方からは15番シャンパンクーデン、後ろから3番手残り 1000m を通過、あとはキスラー、最後方1番レクセランス、各馬第3コーナーをカーブします。先頭は逃げる13番名将粉塵、リードは半馬身、14番の大名コリーダー2番手、3、4コーナー中間に向かいます。あとは魅惑の2頭バイシラブナレッドソルダード、4コーナーへ向かいます。その後も固まっています。内は4番のマテンドースパーク、そして外からは動きました10番ルーディアン、差を詰めて第4コーナーをカーブ、その後ろに11番牛馬鉄道路、4コーナーカーブから直線へ。さあ逃げる13番名将粉塵、名将粉塵、あと横に広がって2枠2頭を追い込んでくるバイシラブナレッドソルダードを追い込んでくる、そして牛馬鉄道路が来た、牛馬鉄道路連れて10番ルーディアンも差を詰めてくる、残り 300m、ここで先頭変わった、11番の牛馬鉄道路が抜ける、2番手を打った3番バイシラバナ、そして3番手にはルーディアン、アピラウシに盛り返す名将粉塵など、先頭は11番の牛馬鉄道路、牛馬鉄道路抜けてゴール、2番手3番バイシラバナ、3番手は外10番ルーディアン。さあ来ました、まずは芝の上、前に見えるダートに足元が今変わったところで、うち2番の名将カルコが飛び出しました。2馬身から3馬身ぐらいリードがありますが、2番手争いは間に11番のアメリカンシード、内からは4番ダノンスプレンダーですが、勢いついて14番名将粉塵前へ続き、16番ペプチドナイル、その後7番のスレイマン、さらには12番のヒルケンドリーム、中盤には15番のバイシュラバナ、インコースからは1番ヒストリーメイカー、その後13番グレートタイムで各馬1コーナーカーブへと入っていきます。隊列が縦に伸びました。3番の牛馬手走路は後方から3、4番手インコース、3、4コーナー中間、2番の名将カズサの逃げ、リードは3馬身から2馬身半ぐらい、2番手14番の名将粉塵、その後が3馬身開いて、3番手16番ペプチドナイル、11番アメリカンシード交代、インコースから4番ダノンスプレンダー、3番手争いの一角、1番のヒストリーメイカー、白い帽子を黒く染めて4コーナーから直線、前は2番の名将カズサです、リードは2馬身、2番手争いはダノンスプレンダー、外から名将粉塵、ちょっとステップを取られる馬もいましたが、ここで先頭4番ダノンスプレンダーに変わった、外から1番ヒストリーメイカーが襲いかかる、さらには後方待機3番牛馬手走路、一気に前を伸び込んで先頭に変わった、2番手1番ヒストリーメイカー、3番手外から15番のバイシュラバナが2番手を伺う、先頭を突き放しました、3番牛馬手走路快勝のゴール、2着1番ヒストリーメイカー、3着15番バイシュラバナ。